すると、ちょっと書きますね。細胞がだから、1視野に10個から20個ぐらいから5視野に1ぐらい、これが20分の1、結晶が出てる。MAP。最近までこれ、尿炎症も出てる。すいません、前のと。5分の1。じゃあそれと比べながら話してみましょうか。そうするとですね、この間はさ、ペアがどっちかというと酸性だったんだよね。そうですよね。酸性だったんですよ、これは。で、結晶は出てなかったですよね。で、今回はさ、まあ上からいきますね。比重が 1.042。まあこれはおしっこしてすぐの、点滴してすぐのおしっこかな。だから薄いんですけど、これが本当の比重だと思います。まあ正常です。大丈夫だね。はい。で、pH が7が正常だから、今度はちょっとだけ高いです。で、さっき見たのは、ストラバイト。はい、リン酸、リンと、アンモン。化粧のやつ。そう、アンモニアと、それからリン酸も、マグネシウム。はい、この3つの、が合体してできたのをストラバイドというんですけど、それはもう典型的なこんな形してるわけですね。長方形でね。で、これが何個も何個も固まったり、それからあと細胞も出てたでしょ。それにそう固まって結石になっちゃうわけです。だけど、電波コントロールを食べてるんだよね。はい。他のやってないんだよね、まあ、今は。なんでできちゃうの、これが。それは食べさせすぎなわけではない。アルカリになりすぎ。うん、ちょっとこれができるところはちょっとアルカリだから、今のは 7.5 だけど、もっと高い時もあるかもしれない。だけど普通 pH をコントロールするやつは7にするご飯だからさ、何も食べてないんですよね。その今ってもうこの通りです。これだけなんだよね、はい、なんでこれが出ちゃうんだろう。この間出てなかったのね、結晶は。まあじゃあ pH がちょっと上がってますね、高いと。でこれは高い時にこれが出ると、はい、でタンパクが1倍、これは正常です、はい、でブドウ糖、ケトン、ビリルビン、鮮血反応は出てない、はい、でこの時タンパクマイナスだけど、はい、UPC は 0.2、はい、UPC の方が正確なの、タンパクに関しては。だから若干高い。だからそこまで正確性はないという計算ですよ、このペーパーテストは。なるほど、そういうことなんです。特にタンパクに関してはね。でも鮮血反応は確かに赤血球出ていれば明らかに出ちゃうから、今日のは出てなかったですね。で顕微鏡で見ても赤血球は出てなかったです。白血球がちょっと出てました。でもこの間より少ないと思います。で細胞成分はこの間よりも多い。一視野にさ、塊で10個から20個分のが出てたり、まあ5視野に1個ぐらいかな。普通は20視野に1個ぐらいだから、まあ、細胞が多いと。結晶成分は今のこのストラバイドが結構出てましたね。最近は出てなかった。尿炎中って言って、その細胞が固まってるのを尿炎って言うんですけど、それも今日は出てました。で通常そのペーハーコントロールを食べて、こういう結晶を出さないようにするんですけどね。食べてないからってことですね。ご飯をどうも、そういうわけではないよね。でも中にはそれを食べててもできる子もいるんですよ、そういう体質で。ご飯がもうちょっと精度の高いご飯じゃなくて。そうかもしれない。一回さ、これはね結構食べるという子が多いんで、ベッドライフ社の、ベッドライフか、ファミルナベッドライフという会社から出てる泌尿器病のご飯です。でこれも割とこれなんか確かに指向性はいいような気がします。ただわかりません。その子が食べるかどうかは。この好みが激しいから。でただね、他の処方食でね、要はこういう血腫がコントロールできない子に使ってますね、私。そうすると。前の処方食で消えなかった子はこれで消えたことはありますね。ただそれはその子に、まずはちょっと一回試してみてください。このご飯で食べるんだったら、これは商品は置いてないね、今。今、電話入れといてください。そしたらすぐ注文しますんで。サンプルしか置いてないから、これ。こうやって1個しかないサンプル。まだたくさんある。もう私はこちらの。
粉ゼロ、はい、わかりました。またじゃあもらっといて、そういうのだったら。はい、じゃあこれね、尿検査の結果ね、今日のやつはこれだね、キヨちゃん。そうか、結晶が出てたのはちょっとショックだな。はい、じゃあこちらね、 ありがとうございます。良くはなってるんだけど、別のところに問題が出ちゃった。別のところに良くないところがあると。そういうのはね、本当に分かんないし、ちゃんとご飯食べるようになればストレスも緩和されていいかもしれないしね。でもまあ、あの抗生物質はもうちょっと続けてください。で、効いてるみたいだから、抗生物質はお薬です。そうそう、はい、お薬ね。 A の方の薬に抗生物質が入ってるし、 B の方の薬に炎症を抑える薬が入ってるから、あの A は2回で、 B はどっち飲んでましたっけ、朝夜1日1回飲んで、1日1回の方は夜です。夜ね、朝は1袋、夜は2袋。はい、はい、じゃあその飲み方で、はい、はい、で、あと吐くっていうのも、さっきね、1週間2回ぐらい吐いてるみたいだから、そうです、ね、だからあんま吐くんだったらちょっとやっぱり年始の検査を受けてください。吐かなかって、よく食べるようになって良ければ別に無理に検査しなくて1週間後に来てもらってもいいんですけどね。 1% だけ粉にして混ぜるのは、うん、までは OK、 はい、だからそういうことですね。でもその前にさ、1回今の新しいご飯も1回試してみてください、食べるかどうか。今日の夜からこれ、あの混ぜないで食べてくれた方がやっぱり本当はああいうのを消すのにはいいですね。そうですね、うん、だからまずはあの新しい旦那さん、ファルミナ、ニョーキア、ニョーキア、それで食べなければ 1% 市販のドライを混ぜると。でいきましょうかね。はい、じゃあそれですみません。じゃあ、 あのお薬はもう1週間ね、はい、スピッツは残ってますかね、うちに、あの入れ物、スピッツが掘って、あの入れ物はあるんですね。1個だけあります。1個だけ、はい、じゃあ2本も溶いた方がいいから、もう1本だけ出してきますね、はい、スポイドは残ってますかね。はい、大丈夫です。はい、じゃあ入れ物はもう1本出してきますね、はい、で、おしっこはまた取れたらタイミングでね、はい、持ってきてください。はい、じゃあ今用意します。